どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日は久しぶりの登場、細川真奈ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、今日は、もう真奈ちゃんが今髪の毛ちょっと短い状態で、でこっからのショートの方向けの、スタイリング方法について今日はセルフでやってもらいます。で、今日使う商品が、これクレイツさんの新しい商品で、エアリッチアイロン。これブラシタイプのアイロンになってて、もうこれがもうヒートされる、温まる状態なんですけど、これを使うことによって、ショートの方でも簡単にスタイリングができるっていうことを、今日はまなちゃんにやってもらいたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。いつも悩んでることってあります？そうですね、髪ショートカットにしてから結構ぺったりボリュームが落ちてしまうことが悩みだったので、うん、今日はこちらを使ってふんわりセットしていきたいなと思ってます。頑張ります。はい。なのでちょっと、まあ、初挑戦な部分もあるんですけど、ショートの方でいつも悩んでた方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。まずは櫛で全体を溶かしていきます。まずはダッカールで留めて下から、かけていきたいと思います。エアリッチアイロン今は160度に設定してます。ではやっていきます。根元の部分を押し当ててふんわりするように巻いていきます。一つ上の部分も、下からブラシを入れて毛先の方までゆっくりと巻いていきます。最後トップの部分は大事なので、3、4センチ幅ぐらい少し少なめに取っていきます。こっちの方に、ブラシを入れてゆっくりと丸みをつけていこうと思います。このぐらい立ち上がりが出れば OK です。後ろは襟足のボリュームを抑えたいのでブラシで押さえながら溶かしていきます。全壁の方もいらっしゃると思うので次にここをボリューム出していきます。ここもボリュームを出していきたいので、だいたい3、4センチ幅ぐらい毛束を取っていきます。前に押し当てながら、ふんわりと このくらいボリュームが出ます。トップの部分も3、4センチ幅ぐらい取って、前に向かって溶かしていきます。このくらいボリュームが出ます。サイドも同様にやってトップを後ろに押し当てるようにしてやっていきます。前髪のある方は最後前髪も丸みを出していきます。バランスを見て整えていただいたらこれで完成です。はい、こんな感じで終わりました。もう完全にまなちゃんにセルフでやってもらったんですけど、どうでしたか？なんかそうですね、これ1回でも結構ボリューム出るんですけど、うんうん、ボリューム出にくいなっていう方は2回、3回通していただいたら確実にボリューム出ると思います。多分ね、動画じゃちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、かなり出ると思います。はい、あと、うん、このブラシタイプになってるん
ので、やけどしにくいっていうのは。熱くないですよね、ここね。全然熱くないです。今、うん、温度が入ってるんですけど、熱くないので。それもすごく安心でいいかな。確かに、ショートとかだったら結構当てちゃうから、首とかに当てちゃうから。多分それにね、やけどしにくくなってるから、安心して使えるかなって感じですよね。はい。うん、ボリュームアップ、スタイル、まあもう作れるかなと思うんですけど、多分自分でやるときってスタイル難しいかなって正直思うんで、はい、結構ショートとかボブの方でボリュームアップ、根元がと、ボリュームペチャンとしちゃうとか、絶壁が気になるっていう方に、多分ブラシだからすごく、ブローしてるような感覚でできるかなと思うので、ぜひボリュームが出ない方、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら。